株式会社 RE経営の島田です。今回のですね、タイトルは金融機関を説得する減収増益経営と、コロナ不況本格化がもう2023年に予想されているわけですね。その前に今どんな絞り込みをねした方がいいかという話をしていきたいと思います。一般的にですね、強みを生かした経営と、いうことを言われるわけですね。これは今後ですね、コロナ不況が本格化をしていく中で、この金融機関からこれからもう追加融資含めたね、支援が受けられるかどうかの分水嶺になると思われるわけです。しかしね、多くの中小零細企業というのはその強みを認識しているかもしれませんけど、それをその経営資源の集中まで舵を切ってないところが多いんですね。いわゆる中途半端なわけです。強み経営というものをシフトしますと、これまである一定の強みじゃない部分、いわゆるその弱みというまだ言いませんけど、決してそういう強みじゃないという部分の売り上げが実は落ちていくんです。で、結局その売り上げが落ちることが気になって、いわゆるズルズルと意思決定を伸ばしてきたことなんですね。そこでここに減収増益経営と書いてるんですけども、これは2001年ですね、私がデフレ時代の減収増益経営という本を出したんです。で、こういう本だったんですよね。今でも、Amazon 等では買えるんですけども、基本的には売上を下げて新たな利益を作り出すという意味合いで減収増益、一般的には減収増益という言葉を使いますけども、当時私は減収増益という言葉を使ったんですね。でこの減収増益経営というものをするためには、やっぱりその粗利率中心経営にシフトしていくという形になっていくわけですね。じゃあ具体的にどうしていくのか。まず第一点目はですね、粗利率中心の経営ということをしていくんですが、その前に徹底した強み分析をしてもらいたいと。結局ですね、粗利が悪いということは、いわゆる商品力、競争力がないのか、それから販売上の価格戦略がうまくいってないのか、また原価率が高いのか、特に昨今はね、原材料の高騰、インフレということで、かなり利益率が厳しくなっている会社増えてますよね。しかし、その売れている商品、今現状ですね、それからボリュームのある顧客ゾーン、この顧客によく売れているという、この顧客の多いゾーン、こういったところなどの自社の強みだけ見てくださいと。そうすると、おそらくそこそこの粗利率を稼いでいるんじゃないでしょうか。粗利の悪い商品、粗利の悪い顧客がいるがゆえに全体的な粗利が薄まっているだけであって、得意分野に絞ればかなりの粗利が稼いでいるんじゃないかと思うんです。ただその競争力のない商品、原価率の高い商品、手間やコストもかかり売り上げの少ない顧客ね、こういうところがいわゆる粗利を悪くしているわけです。ですから合理的に考えれば、そういう商材や顧客がいなければ売上は下がるけども、利益率は極端に良くなるんじゃないかという、そういう理屈が成り立つわけですね。しかし、そういうことを行うことによってね、やっぱり痛みが出るわけですね。その痛みというのが売上激減という劇薬です。果たしてこれを飲み込めるのかどうかということなんですね。単にね、強み商品とか強み顧客、これを選別するだけならば、単純と売上の激減で終わるんです。単純に。しかしそこでですね、考えてほしいのは、強み分析をすることで強み商品、強み顧客、これをさらに強くマーケティングと反則でセットで考えていきます。このマーケティング戦略というのを実行しない、確定して取り組まない限りは、弱い商品、儲からない顧客のリストラはできないわけです、ね、強み商品の選択とか強み顧客の選別はすぐにできます。でもそれだと単純に売上が落ちて、粗利率は改善しますけども、相対的な粗利額が絶対増えないんですよ。だからそこに、マーケティングということをしっかりやっていかないと、それは減収の減益になっちゃうんです、ね、では
2番目ね、この粗利率中心経営というのは、いわゆる商材と顧客のリストラであるということですね。まず第一作業としては、商材、顧客の強み分析を行います。ここで大事なことは、その何が強いんですか、うちの商品は、うちの顧客は、とこういうことを考えると同時にですね、なぜそれを顧客は強みと認識しているのか、ね、なぜその商品がその顧客に売れるのか、実はこういう原因分析を徹底してやることが大事なんです。ただ単にこの顧客は強い、この商品は強い、だからあげる、じゃあだけじゃいけないんですね。そうすると、それだけだとマーケティングに展開できないわけです。まあ一つはね、我々売る側が強みと思っていることと、買う側の顧客が強みと思っていることの多くの場合、まあほぼ一緒なんです。ほぼ方向一緒だけど、微妙な表現の違いがありますね。この表現の違いこそマーケティングのネタになっていくわけです。強み商材、ね、強い商材をセレクト、ね、ピックアップします。そして顧客の戦略的 ABC 分析もします。顧客の取引高によって序列をつけます、ね、そういう作業を得てですね、リストラ対象の商品、顧客、これをピックアップされました。でこの時にですか、商材も顧客もそのコストがかかっていないなら、あえてリストラする必要はない。例えば売上順位が低い商品、売上順位が低い顧客がいる、しかしコストがかかってない、ね、粗利は悪い、そして売上も低い、しかしコストがかかってない、コストと手間がかかってなければやればいいんじゃないですかって。別に何もかにもその捨てる必要ないわけですね。要はコストがかかってる割には成果がない商品、成果がない顧客にメスを入れようということわけですから、ね、大事なことは、売るために商品も顧客も、ね、特定のものがコストがかかっているのに成果が少ない、だから粗利率が低い、これがターゲットにしようということですね。さあそしてこの次にやるのは、強み商材、強み顧客に経営資源を集中しますが、そのマーケティングどう考えるか、一応強み商品と強み顧客を決めました、ね、で今度はこの強み商材をさらに伸ばして、圧倒的にこの地域でナンバーワンにするために、どんな商品強化策やブランディングをするか、それからこの強みの顧客、もともと強い顧客がいます、その顧客にクロスセル、アップセル、行う関連商材や周辺商材の整理と開拓、違う商品を持っていこうというイメージよりも、関連商品を持ってクロスセルをやっていこうということですね。こういったちょっと戦略を立てて、6ヶ月間集中的に行います。マーケティングではですね、見込み客開拓、新しい顧客を例えば開拓します。例えばこの商品は強いで、こういう顧客属性の見込み客、既存客には強い、だから同じような顧客属性の新規見込み客を開拓しよう。その時に使うフロントエンド商品、ね、きっかけ商品です。フロントエンド、もしくは無料商品、これのバリエーションを増やします、ね、いわゆるきっかけですね。そして広告、販促、展示会、 SNS の投稿、まあこれでは YouTube、Facebook、Instagram、 いろいろあるんですが、そういったものの多頻度対策、どういうコンテンツをどのように出していくのか、どこをどういうメディアに どれぐらいの予算を使うのかという対策、そして今のお客様で既存客に絞り込んでいくわけですから、どういうサービスを強化していけば、いわゆる次につながるアップセルとかクロスセルにつながるのか、やっぱりですね、今のお客様を徹底してケアして関連商品を増やす方が、新規の顧客を作るよりは楽ですよね、本来はね。まあこういうその強み商材、強み顧客に特化したマーケティングを展開していくわけですね。でこれまでこういうマーケティングしたくても、ね、できなかったというのは、一つは商品の幅が広いとか、ね、それからフォローする顧客の対象が、地域が広いとか、それから、そういうことのためにですね、少ない人材というね、社内の経営資源をその分散していた。結局ほら、いろんな商品をやる、いろんな顧客をやるために社内の人間も分散している、
だからそこが絞り込むことによってマーケティングも社内の人材も集中投入ができるわけですね。これ6ヶ月間ぐらいやろうということです。そしてこの減収増益経営というのは3年後に減収増益ということになるプロセスであるということですね。まあ、実際にですね、この商品リストラ、顧客リストラ、まあ、それに並行して強み商材、強み顧客、こういうマーケティングを展開していきます。最初の2年間ぐらいは売上の減少、それからマーケティングをね、の展開の経費の拡大、かなり費用か最初かかるんです。売上上がらないんですよ最初。でも経費かかるんですね。こういう売上激減、利益の減少、どうもこれ避けられません、ね、しかし絞り込んだ商材と顧客、そしてマーケティング展開により3年目からの増益を狙う。だからもし資金繰りが苦しければそのことを金融機関にちゃんと説明しておく必要があるんですね。こういうことをやってるから当面厳しいから短期融資をお願いしたい、もしくはちょっと支払いのね短期を長期に切り替えてほしいとかいうことを先に言っておく根拠があるわけですからね。金融機関さんも納得しやすいです。まあ、事前に金融機関の了承をもらう、まあ、この根拠ある経営改善計画書を金融機関は求めてますから、ですから今みたいなことっていうのは、まあ、ある意味企業が再生していく時の一つの、ね、考え方だから理解をしてくれるところはあると思います。で結局金融機関さんはこういう具体策が論理性があり実現可能なのか、もしくはリスク対策がちゃんと、ね、売上が下がるけどリスク対策どうしてるの、当然、販売マーケティングコストが上がるのに固定費はそのままというわけにはいきませんよね。何かを下げなきゃいけませんよね。それから根拠として過去のデータは信頼されるものか、これはそういう、商品がこの商品だけインストアシェアこのくらい伸びてます、この顧客は取引額がこうですとかねいうデータが信頼されるのか、そして一番大事なのは経営陣は本気でコミットしているのか、こういう視点をしっかりとこの経営改善計画書に記載して説明する必要があるんですね。で、まあ3年目以降利益率と改善した企業体として、まあ、返済も問題なくできるということをやはり経営改善計画書の中で見せる必要があるんです。ですから数値だけ経営改善計画書に書いたって説得できないんですね。こういう分析を絶対してほしいわけです。まあ強みをね深掘りして進行して、そしてその強み部分を拡大していく、これを根拠ある経営改善計画ということを呼んでるんですが、これが非常に重要な時期になってるんですね。でね、もうぜひともこれをお願いしたいんですが、その企業の弱みとか改善点問題点いっぱいあります。その改善弱みを課題弱みをですね、いくら改善しようと努力したって結局徒労に終わります。簡単に良くなりません。もともと弱いんだから、弱いということは苦手なんですよね。人間もそうですよね。弱みとか癖とかいうのは簡単に変わらないじゃないですか。だからその時間が無駄だったらば、そういうところはちょっと目を閉じて強いところだけでやった方が企業もエネルギー出るし従業員だってモチベーション上がりますよね。まあいうことで、こういうものの考え方をですね、これ9月28日って書いてますが、今はこれここでやったセミナーをオンラインで、いつでも聞けるオンライン動画でね、提供してます。アドレスは同じです。ここから入れますので、費用の方もですね、このリアルなセミナーの時と比べて半額の金額で聞けますから、まあ、今の話を具体的にですね、学習したい方はこちらの方からちょっと入ってみてください。はい、もっと具体的なリストラの仕方であるとか強みのチェックポイントであるとか経営改善計画書の作り方というのを具体的に、ね、説明しております。はい、ということで減収増益経営ということについてお話ししました。はい、では以上です。